4月9日火曜日、時刻は午後4時半になりました。ニュースの時間、まずはこの時間に入っている最新のニュースラインナップでお伝えします。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えします。今日は県内の多くの中学校で入学式が行われ、新1年生が新しい一歩を踏み出しました。県内では今年およそ1万500人の新1年生が中学校生活をスタートさせます。 FC 今治会長の岡田武史さんが学園長を務める FC 今治高校里山校も今日入学式が行われました。入学式は FC 今治の本拠地里山スタジアムで行われ、失敗を恐れず自分がやりたいことを学んでいこうと34人の一期生に呼びかけました。中には樹齢およそ90年、幹の太さが4メートルを超えるという大木もあります。西条市の桜の名所くられ西条事業所で1日限りの観桜会が開かれ、訪れた人たちは満開の桜を楽しみました。みずみずしさや酸味と一緒に甘みを感じられるのが特徴です。松山農林水産ブランドに去年認定された午後島レモンを売り込もうと、松山市内のスーパーで PR 活動が行われました。松山生協では市内の3店舗で来月上旬まで販売する予定です。ヘッドライン愛媛、愛媛に関するニュースをお伝えしました。